森トラスト株式会社は東京都港区に本社を置くデベロッパーである。会長は森ビル創始者森大吉郎の三男森明。かつては次男のミノルが社長を務める森ビルグループであったが、父の死後の1999年に分離し、経営面ではそれぞれ独立することになった。形式的には口述する。 持ち株会社森トラストホールディングスの参加企業となっているが、企業の実態としては、実質同一であり、森トラストが森トラストグループの中心企業となっている。都市開発や不動産の所有、賃貸、管理を主な事業内容としており、丸の内トラストタワーや、東京潮止ビルディング、赤坂ツインタワー、城山ガーデン、 五天山トラストシティなどの運営管理を行っている。また、当機場は、持ち株会社、森トラストホールディングスの参加にあるものの、森トラストグループの実質的な中核企業、親会社としても機能している。ホテル事業に、積極的で、以前から所有していたラフォーレクラブ、マンペイホテルに加えて、2003年には、横浜グランドインターコンチネンタルホテルに、資本参加。 2005年にはコンラット東京を開業、さらに2009年にはシャングリラホテル東京を開業している。その他にもホテルオークラ、リーガロイヤルホテル、藤田観光などへも資本参加している。商業施設では2001年にパルコに2002年からロフトにそれぞれ資本参加していたが、ロフトについては2007年3月に保有する。 ロフト株をすべてミレニアムリテイリングに売却。さらにパルコについても2012年3月に保有する全株式を J フロントリテイリングに売却したことから商業施設ウニエからは事実上撤退した。2007年4月18日には資金難となっていた IP モバイルに資本参加していたが同年7月13日には株式のすべてを米国 EN ネクストウェイブワイヤレス社へと売却することを発表した。2012年2月には、分譲マンション大手の日本エスリードの株式の32.3%を取得し、同社と資本業務提携を結んだ。同社は、東京国税局の税務調査で、土地評価をめぐり約400億円の申告漏れを指摘されたが、同社は、東京国税不服審判所に異議を申し立て、 同審判所は課税処分を全額取り消していたことが2015年6月に明らかになった。上山トラストタワー1970年6月10日にモリビルグループのモリビル開発株式会社として設立され、1999年9月にモリビルグループから分離独立した際に現在のモリトラスト株式会社に改名された。グループ独立時の主要三社は、 森トラスト株式会社、森観光トラスト株式会社、森産業トラスト株式会社であるが、森産業トラスト株式会社は2003年8月に森トラスト株式会社に吸収合併されている。また、森観光トラスト株式会社も2006年4月1日に施設運営部門を会社分割で森観光トラスト株式会社を新設して、 森観光トラスト資産管理株式会社となった後、同年10月1日に森トラスト株式会社に吸収合併されている。2002年から森ビルとの違いを明確化するために所有するビル名から森ビルグループと共同で使用してきたヒルズ森ビルの文字を外しており、原則としてオフィスにはトラストタワー、MT ビルを住宅棟にはトラストコート、 MT コートを使うようにしている。2018年9月5日に三菱地所が実施したアーバンライフ株式会社に対する株式公開買い付けが成立し、アーバンライフは9月10日付で森トラストグループから離脱した森トラストグループの持ち株会社。はじめは1951年森ビルの創業者である森大吉郎が安成株式会社として設立した。 森大吉郎が死亡した後、1999年、森ビルグループのうち級、安成参加の企業群は分裂して独立した。翌2000年、安成は森トラストグループ本社と社名変更し、さらに2005年7月1日、持ち株会社であることを明確にするため、現在の株式会社森トラストホールディングスに変更された。かつては、 日産自動車本社ビル新館を保有していた。虎ノ門 45MT ビルも株式会社地下鉄、ビルディングに売却され、メトロシティ神谷町となっている。また、虎ノ門 19MT ビルは解体され、跡地は第3虎ノ門電気ビルディングとなっている。ありがとうございます。